これぐらいです。見えますか？あ、見えるな。向きいいのかな？いいな。はい、こんにちは、石原スポーツです。皆さん、お元気ですか？昨晩は、全ひも替え、こちらアップしたんですけど、全ひも替え何回も動画アップしてるんだけど、いつもね、来る質問が、パターンが決まってますので、今日はそれに備えて準備をしておきました。うん、多いのは、紐どれだけ使ったんですかっていうのがね、一番。それから、紐は薄くすいて使うんですかっていう質問がありました。あとね、何だったっけ？あ、そうそう。硬くなるので、なんか加工してますかっていうね、3点かな。うん。で、後でやりますけど、長さはね、こうやって測ります。で、ついてるのは、後でもお話しますが、このヒールレースとパームレースはついて薄くしてます。はい。お客様の要望でいろんなところすくんですけど、今回の場合はヒールレースとパームレースね。それから、加工については、あ、これは湯引きしてます。オイル引きしてます。今回どれ使ったんだ？お客さんの要望、これだ。お客さんの要望で、スコアランがいいっていうことなんで、スコアランシルキー、映るかな？ピントか。スコアランシルキー配合、ね、Z さんの、こちらを、はい。グラブレース全部こう、シューッとね、塗ってます。ちゃんとね。はい。あとよかったかな。うん。それでは、どうぞ。はい、じゃあやりますね。まずは、スリールプレス。ここと、ここですね。こことここ。これと、これかな？違うな。これだ。これだ。ね。もちろん左右同じぐらいですけど、これぐらいね。測ってみましょうか。スリーループは、よいしょ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 。これぐらいです。見えますか？あ、見えるな。向きいいのかな？いいな。はい。はい。で、次は、パームレース行きましょうか。ここね、ここ。ここの、ここの、パームレース。これは、これだ。ね。よいしょ、よいしょ、よいしょ。これも40センチちょっと。まあ、縛るところを考えたらもうちょっとありますけど。いいですか？はい。で、次は、ヒールレース行きましょうか。ヒールレース。ヒールレースは、これだ。くるくるしちゃってるね。よいしょ、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 よいしょ。どこまで行く？よいしょ、よいしょ。あ、これも、これは70センチぐらいですか？はい、70センチぐらいね。はい。で、言っとこうか。ヒールレースとさっきのパームレース。この質問が あったとこね。まあ、いつも言ってるんですけど、こことここは空いてます。こことここは空いてます。ね。まあ、お客さんの要望でいろいろ変えるんだけど、今回はそういう風な形です。で、次は、どこ行っとく？こう、こう来たから、なんだ。あ、ウェブね。ウェブ？ウェブだな。はい。まず、ウェブの下、ここですね。ここは、これだ。
ね、どうだ、よいしょよいしょ、70ぐらいですね、70ぐらいね、はい。で、次にウェブの上ね、上のところはこれだな、よいしょ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 、はい、50、まあ60弱な、60ぐらいか、60ぐらい、はい、この辺、はい。で、今度は、長いとこね、フィンガーチップレース、ここね、これもコブの方は後で皆さん適当に考えてくださいよ、結ぶあれがあるからな、よいしょ、これは長いぞ、よいしょよいしょよいしょ、ああもう、1メーター30ぐらいだから、縛ること考えたらもうちょっとやね、はい。で、おしまいか、あ、違うな、これあと手口バンドを締める紐があるんだけど、これは通常と違うタイプなので、オープンタイプやね、これぐるっとなってね、ここ、これはどうだ、よいしょよいしょよいしょ、これも40センチぐらいかな、40センチぐらいかな、はい、以上ですよ。だからおさらいしとく、どれがどれだ、よいしょ、スリーループ、それからパームレース、それからヒールレース、それからウェブ中、そうだな、ウェブ中、ウェブ上、それからフィンガーチップで、手口バンドの紐と、これでよろしいかなこんな感じです、はい、以上ですね。だいたいこれで質問に答えられたのかな、これ交換したねグラブです、それでは皆さん、さようなら。